Thank you.
私の負けだ。潔く認めよう。こういう場合ってどうなるんや？王族に対して危害を加えた場合はまず間違いなく極刑だ。とどのつまり縛り首ってこと？裁きを行う王家はもうない。私はみんなの意見に従うわ。殺すまではないんじゃないかな。今後も我々に対して危害を加えてこないとも限らないぞ。そのつもりはない。確かに最初は身の代金目当てだったが、あとは全てただ単にあんたらを任したかっただけだ。今回完全に負けて帰ってさっぱりしたよ。どうだか、難しくてよくわかんない。あなた、そのバカなところは本当に変わってないわね。え？やれやれ、私の顔も忘れちゃってるんだから。君は、そうだ、確か思い出した？いや、わからん。オフィーリアよ！あの二人、恋人同士だったのかな？あり得る話やな。怪しいわね。違うわよ。こいつとは昔一緒に仕事をしたことがあるだけ。本当に？ほんまかいな。怪しいわね。そうだったのか。私としたことが君の気持ちに気がつかなかったなんて。すまない。そこのナスビとカボチャに感謝しよう。ボケなすぎ！土手かぼちゃ！
私はこの山を越えていく人のために時々ガイドを引き受けているのよ。で、その時の護衛の一人がこいつだったってわけ。まあその程度だから覚えてる方がおかしいかもね。そんなことはないさ。君のことを忘れた日は一日だってなかった。今の今まで忘れてたじゃないの。見境なくくどくな。本当にもうこいつは。あのオフィリアさん。何。ちょっとヤバいんとちゃうやろか。私は何を。いきなり倒れたあなたをファン王女が助けてくれたのよ。そうだったのか。殿下に危害を加えようとした私を助けてくださるなんて、なんてお優しい方だ。そう。私はたった今から心を入れ替えます。どうか私をあなた方に加えてください。どうしましょう。そうね、腕は確かよ。バカだけど。いいんじゃないかな。なんだかその人妙に憎めなくてさ。レオンらしい言い方やな。ま、それやったら俺もかまへんで。この際戦力は多い方が良いからな。みんなお人よしね。ま、いっか。やっぱりよくわかんない。どうやら決まったみたいね。ね、ありがたい。この TT 殿下に一生忠誠を誓いましょう。あんまり当てにしない方がいいわよ。地面が見えるとホッとするな。お疲れ様。峠は越えたわ。養育場はもう目の前よ。コナー、オフィリアさんとはここでお別れなんでっか。そうね。ちょっと気になることがあるから、差し障りなければもう少しお供していいかしら。こちらこそよろしくお願いします。貴様らがヨークにたどり着くことはない。我らが名手アビー様を殺した罪、貴様らの血であがなってもらうぞ。もう話し合いの道は残っていないの。我々は彼らにとっては憎むべき暗殺者。真実を明らかにせぬ限りどうにもなりますまい。戦うしかないのか。あいつはカイザー様直属の四天王の一人、地のガントよ。普通に戦って勝てる相手じゃないわ。やってみなくちゃわからないわよ。どの道逃がしてはくれそうにないし。やっぱり謝ったかな。